雨の日は決まって頭痛がする。梅雨時になると古傷が痛む。台風が来るとめまいがするなど、天気の変化による不調に悩まされていたら、それは天気痛、気象病かもしれません。天気痛の大きな要因は気圧の変化と言われています。痛みや不調の発症には自律神経が大きく関わります。今回は天気痛が起こるメカニズムや症状を改善するセルフケアについて紹介します。天気痛とは、天気の影響で不調が現れたり慢性の痛みが悪化したりする病態のことを言います。天気に関わる気温、気圧、湿度などの中でも特に気圧の変動が天気痛に大きく影響していることが分かっています。天気痛の症状は、頭痛やめまいなどの体に現れるものから、気分の落ち込みなど心に現れるものまで様々です。天気痛の症状チェックをしてみましょう。頭痛やめまい、肩こりや首の痛み、古傷の痛み、腰痛、耳の痛みや耳鳴り、聞こえが悪くなるなどの耳の症状、神経痛や関節リウマチの悪化、倦怠感、眠気、気分の落ち込み、鬱や不安感などがあります。天気痛のメカニズムを簡単に説明すると、天気の変化を体が感じて、その変化がストレスになり交感神経に作用し、痛みが生じるというものです。人間の耳の奥にはリンパ液で満たされた内耳という部分に気圧を感じるセンサーがあります。気圧が低下すると、内耳のセンサーが気圧の変動を感じ取って興奮し、体を動かしていないのに動いたという誤った情報が脳へ送られます。この時、目から入る情報とリンパ液が伝える情報に食い違いが発生、脳が大混乱してしまうことが大きなストレスとなります。ストレスにより交感神経が活発になり、自律神経のバランスが崩れた結果として、だるさや眠気が生じたり、心拍数の増加や血管の収縮が起こったり、血流障害や筋肉の緊張による頭痛や肩こり、古傷や持病などの慢性痛が悪化するなど、さまざまな体調不良が引き起こされます。天気痛は自律神経と深い関わりがあるため、自律神経を整えるような生活を心がけることが大切です。食事は栄養バランスを意識しながら、体を温めるものや流れを良くするのに役立つものを取り入れ、食事の時間や睡眠時間も規則正しく取るようにして、体内のリズムを整えることも心がけましょう。自律神経を整える食事法や生活習慣のポイントについては、こちらの動画をご覧ください。天気痛になりやすい時期は、春先や梅雨、夏から秋にかけての台風シーズンです。春は気温差や気圧の変動が大きくて自律神経が乱れやすく、梅雨や台風シーズンには低気圧が続くからです。体が気圧差を感じるのは天気だけではありません。例えば新幹線に乗った時、高低差のあるところを高速で移動すると気圧差が生まれます。高層ビルのエレベーターで一気に昇降する時なども気圧の変動を体験することになります。簡単にできる自律神経のセルフケアとして、マッサージやツボの刺激もおすすめです。耳くるくるマッサージは、耳と耳の周りを揉みほぐし、内耳の血行を良くするマッサージです。まずは両耳を軽くつまみ、上下横に5秒ずつ引っ張ります。次に耳を横に引っ張りながら5秒間くるくる回します。耳を上下2つに折りたたみ、5秒間キープしたら、最後に手のひらで耳全体を覆い、ゆっくり5秒間くるくる回します。このマッサージを朝昼晩と1日3回くらい行います。マッサージ後にホットタオルなどで耳を温めるとより効果的です。自律神経に作用して天気痛に効く手と足のツボを紹介します。左右とも押して、より痛い方を強く刺激しましょう。内感は、腕の内側、手首から肘方向に指3本分のところにあるツボです。
息を吐きながら親指でゆっくり押し、息を吸いながら力を緩めます。もともとは酔い止めのツボで、めまいやふらつきに効きます。レイダは、足の人差し指の外側、中指側の爪の脇にあるツボです。手の指で押したり、反対の足のつま先で強く押します。今回は天気痛が起こるメカニズムや、症状を改善するマッサージなどのセルフケアを紹介しました。天気に影響されやすい方は、セルフケアを実践すると同時に、生活習慣も見直しましょう。株式会社玄米酵素では、日本に古くから伝わる、食の三原則を基本とする食の考え方を、食児童と名付けて、普及と実践に努めています。食児童の一つ、適応食、日本人に適した、お米を中心とする穀物や、野菜中心の日本の伝統食を心がけましょう。新土富士、自分の住む土地で採れた、旬のものをいただきましょう。一物全体食、食物は全体で一つの命、それを丸ごといただきましょう。実は、食と環境問題は密接につながっているため、食児童の実践は、日本の伝統的な食文化を見直すだけでなく、今話題の環境問題にも大きく貢献します。適応食のお米を選んで食べることが、田んぼを守り、洪水を防ぐことにつながります。地元で採れた作物や食品を食べることで、エネルギーなどの無駄遣いを減らすことができます。一物全体食の考え方は、食材の廃棄をできるだけ出さず、食品ロスを減らすことができます。自分たちの健康にも良く、環境にも貢献できる食児童を実践してみましょう。